軌道です。この軌道では機体の傾きは最大で約90度となります。
素晴らしい救難訓練を行ってくれた救難救護隊を払っています。大きな拍手をお願いします。
SP 戦闘機が進入してまいりました。これは通信機密の状態を保持したものです。先進7の機からは通称サンカーと呼ばれ、この役割は通信機の運用を受けました。機体の後方にご注目ください。フライングドローンと呼ばれる空中給油用の長い筒と小さな羽が2枚付いています。実際、給油する場合はこの装置を小さな羽でコントロールし、本日ゲストとして参加してくれた SP は秘密基地にあります東海の実験団所属です。東海の実験団では航空機やその他の各種航空機に対するテストを行う航空自衛隊技術の部隊です。航空自衛隊で使われる航空機の全てはここ東海の実験団で何だという細かいテストを受け、安全性を振り向けたら運用されています。また所属するパイロットはテストパイロットであり、航空自衛隊の中でも特に優秀なものが所属しています。現在でも飛行機の機密の開発試験が行われております。それでは彼らの正確無比の操縦をご覧ください。ご自身の重機を終えた SP は会場を左手から再び進入しています。飛行高度は約300m、時速270km です。この時速は成長の時は成長の要因となりますが、このようなI'm gonna do it.
こちらを東方のパイロット同士が息の合った連携を行うことにより安定した連帯を組むことができます。大型機同士の迫力ある機材をご覧ください。
皆様、自衛隊の国際平和協力活動ってご存知ですか？一度はテレビでこんな言葉を耳にしたことがある人の中にはいるのではないでしょうか。でも具体的に自衛隊って海外で何をやっているのか、まず分かりませんよね。私も自衛隊に入るまで何にも知りませんでした。海外の描く素晴らしいアーチにご注目ください。
着陸を終えました。彼らの安定からランディングに素晴らしい拍手を願います。
ないしね。それを果たすことを考えています。